私前に宝くじ売り場でバイトをしていたんですよ、うん、まずバイトの面接に行ったら、うん、あの30代のおばはんしか雇わないって言われたんですよ、うん、でもなんか名前が夢って本名夢なんですけど、うん、夢っていう名前だから、うん、ちょっとこれもご縁だろうっつって、うんうん、入れてもらったんですよ、バイトに。確かにね、すごい。そう、で、それもなんか、あ、ラッキーと思って、で、働き始めたんですけど、うん、でそしたら、そのお店、オープニングスタッフで、まだ当たりも何も出てなくて、うん、誰にも知られてない場所でやってて、うん、で、する、ある日ね、うん、そのお店に、このお店で10万円当たりましたっていうのが、お店のお知らせで入ってきて、うん、あ、このお店で10万円当たり出たんだと思って、うん、おめでたいなと思ってたら、うん、10万円当たったお客さんが換金というか、うんうん、当たったのを確認するために来て、うんうん、で、あ、あなたが当たったんですねって言ったら、うん、そう、あなたから買ったのって、ゆめちゃんから買ったのって言われて、うんうん、あ、私、当たった宝くじ売ったんや、うん、すごいハッピーと思って、うん、めっちゃ嬉しいと思って、私も当たって嬉しいし、その人もすごいハッピーだったから、うん、あ、また当たればいいなーなんて思ってたら、うん、次パンってお店のお知らせで120万当たり出ましたっていうのがお店で来て、また当たってるやんと思って、おめでとうございますって言ったら、その人もゆめちゃんから買いました、ありがとうございますって言ってきて、また私当てさせないやんと思って、すごいすごい、こんな2回あると思って、今のところ総額いくら、総額130万、130万ですよ。で、その時にはもうなんかここちょっと当たるらしいよみたいになってて、うんうんうん、で結構お客さん来てたんですけど、うんうん、夏にファンってサマージャンボ、うん、当たりましたって来て、うん、え、まさかと思って見たら、うん、1億円このお店から出ましたっていうのが出て、うん、これは桁違うぞと思って、うん、いやでもさすがにね、うん、こんな私から買いましたなんて3回目ないやろって思ってて、さすがにね、待ってたら、うん、君から買ったんだって、おゆめっちから買ったんだって言われて、ゆめっちから、あ、ちょっとゆめっちって言ってないけど、ゆめちゃんから買ったんだって、うん、すごいいつもゆめちゃんニコニコして大きく当たりますよねって言ってくれてるから通ってて、すごい、やっと当たったと。なんかさ、宝くじって当たるイメージないもん、うん、そもそもが、マジで私も買ったこと、ね、みたいなんとかある、なんかその共通点とかないの、このこういう買い方が当たるみたいな、10万円がスクラッチ、うん、120万円がロト6、うん、で1億円がサマージャンボってバラバラの研修なんですけど、うんうん、多分買った人の共通点ある、共通点がありますね、なのに聞きたいわ、教えて、土曜日のお昼、あ、全員買った時間帯が、そう、買った全員土曜日のお昼、マジで全員、私が働いてた土曜日のお昼に買ってる、土曜日のお昼しか働いてなかったんだ、土曜日のお昼にしかちょっと働いてなかった、もっと頑張れ週1か、そうなんや、土曜日のお昼めっちゃいいやん。